どうも皆さん、おはこんばんちは、にじゃです。お待たせいたしました。シャドウ・オブ・モルドー11話です。とうとう11話まで行きました。で、まあ、サウロンのアーミーですね、のウォーチーフを一人ずつまあやっていきましょうということで、一人目をね倒したんですが、まあ二人目か。で、その後この3人、残り3人をちょっとこうねやっていきましょうかっていうことで、まあ、こいつちょっと遠いか。あ、もうすでに死んでいる。結局こいつも同じ場所にいるんだ。近いね。じゃあこいつから情報を聞き出すとしよう。これだ。ファーストトラベル。やってまいりました。多分これにいるんだよな、ギュラ6なんたらって。いつもね、ちょっと準備運動してからやればいいなっていつも思うんだけどね。お、こんなとこにいるじゃないか。よろしい、ならば戦争だ。おい、地域へ。あっさり。ああ、情報源が、情報源がなくなってしまった。やばいな、こんなあっさり死んでしまうと思ってなかったんでね。いや、結構弱いな、フィアオブカラゴール。一撃で殺さないようにこう気をつけないとダメだ。こいつは大丈夫だ。あれか、新しい矢。もうあいつもかわいそうだよね、結構。うい、あら、失敗した。おい、さあ目的地へ。ほっ、勢い余って倒してしまうということもあるんだね、このゲームにおいては。ビーストハント、スマッシュ・ザ・ビースト・ライト・イン・ザ・スナップ。さあ、ここで勇気を見せられるかということだね。さらにこいつを上げてと。ああ、仲間がどんどん減って出てるぞ。あれ、強くなっちゃったいや、意外と邪魔したと思ったんだけどな。しかもこいつじゃないし。ピュグリッシュ・ザ・ティミッド、こいつだよね、必要なのは。おお、こいつ耐性がある、随分と。
意外と厄介なのに捕まってしまったかもしれん。じゃあこいつはどうだ。おお、あはははは、これは効くようだね。えい、この状態だったら入るというね。すごい、こっから逃げるか。お、いやーこれ違うんだよな。I plan to be so close to you. 聞く必要ないから普通に帰ればいい。うぃースピードアップ。オッケー。さあイントロデュール。相変わらず怖い。なんか情報持ってないのか。こんなののインテルもらってもな。よし、探さないといけないな。ここのどっかにいるはずなんだ。隊長クラスを探すならこの目で。スタクーガー、こっちじゃない。ステルスキュー。いないんだよな。こっちらへんかな。ちょっと待って、もう一回。いやでもここにいるはずなんだよ。しばらく倒してると現れる系でもないと思うんだよな。お、なんかいたぞ。いや、こいつじゃないんだよな。ちょっと面白いヘルメットかぶってらっしゃいますけど。いた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 。うい。おお、引っ張られる引っ張られる。おい、はい、
構淡々とねこう言ってますけど、なんか情報持ってないか。サウロンのアーミーほとんど死んでるけどな、なんもない。そうなるともうこれしかない。すごい血で血を洗う戦いになりつつある。タリオンが軍を全滅させているんじゃないかっていう。ほっ、さっきのかこれ。じゃああっちらへんかな。意外とどこにいるかわからんのだよね。さあどこだ。あ、いた。あれはなんでお前ここまで来てんだよ。しょうがないからスタクーが一回やりに行くか。弓矢をひねってピキ。なんかよくわかんない落ちてるな。スタクーが簡単に対暗殺スキルがなかったのか。お前のスキルはいただく。お、あそこにもいるぞ。あいつだー。ようやく見つけたぞ。カラゴールとモルガイフライ、炎グールに弱い。レンジ攻撃は効かないか。ラピッドアタック持っててジャンプアタック結構危ないな。どうやっていくかなー。いや、めっちゃ近くにいるけどこれ。レンジ攻撃効かないんでしょ。 You know nothing of suffering. I can show you. へい。だよね。でもこっから。へい。ソリア。お、逃げ始めたぞ。逃がさん。ちょっと待ってろ。ふい。で、あ、ちょっと待って。なんかすごい速い。急にすごい速くなった足が。オッケー。はい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 、あぶね。ようやく情報聞き出せる。お前は俺のものだ。
違う、こっちのインテルですよ、危ない。出た、クルーク・ザ・ブラウン、ベテランウォーチーフ。あそこにいるのね。ターゲットマーク。さーて、ようやくウォーチーフ一人やりに行ける。なんだあれ、カラゴールか。気がしたか、すごい追いかけられてる。おお、引かれた。オーケー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 。おいっす、まだいたのか、こんなのは。ノルスコ・キングスレイヤー、今日は大サービスだ。君の相手もしてあげよう。今の反応できないのか。やばい、こいつらの息が合いすぎてて、やばい。オーケー、やろうじゃないか。瞬間的に2人を射抜き、3人目をこのワープで。おお、こいつ強い。ほい、なるほど、強いじゃないか。さーて、一体やばいな、結構倒しても倒してもキリがないな。危ない危ない危ない、あれに刺されると普通に死んじゃうからな。ふい、ふい、あれ、意外と普通に食らっちゃうんだけどな。ほい、この数やばいね。ほい、弓矢の数が尋常じゃないよ。増えた。You gave me a beautiful scar last time we met. How can I ever repay you? これさ、復活してきたよね、完全にあいつは。オーケー。さ、そう、ほい。さあ、いつまでも逃げられると思うなよ。そう、レンジ効かない。ほい、回復してもらって、このパターン入っちゃうね。もう、おい、おい、
はい、逃がさないよ。HP はまだ高いの？カラゴールにビビってると。でもカラゴールにビビっても一気に HP が全開になるんだけど、こいつ。おお、なぜかカラゴール切っちゃったよ。なんか何かでこいつエネルギーが回復してる気がする。ちょっとその素性を調べなくてはあかん。抵抗するな。すごい一気に増えてる。なんか一番下の段が、あ、情報持ってるじゃん。新しいインテル入ったよ。ドゥグザホームブロワー。一人の情報しか聞き出せないのはちょっと聞くやしいね。こんだけ苦労してこれかよ。さあ、これも吸収して、で、ようやく本編が進めるというわけだ。彼は左下のところにいるのか。さあ、どっかにいるはずだぞ。あれだ、もうすでにマークついてる。 Let's do this。 はい、なんかいた。なんか違う。死んだはずのやつが蘇ってるわ、完全に。これこの顔のマーク、そうだ。死人は墓に戻りなさい。うぃ、うぃ、うぃ、フォーフェイチオーマイン。やばい、これできなかった。弓矢で一人やって、二人やって、もう一人目が。ういよっ、オッケー。すごいね、ぐるぐる回りますよ。そんなことよりボスですから。ほい、よーし、ようやくたどり着いた。ブラッドバス、ブラッドバスにしちゃうよこれ。20キル、ウルク20キルすんの？なかなかこう、カラゴールがいると大変かもしれない。失敗したかも。おい、おい、you
ほい。失敗した。おー、いた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 。お、そんなところ登っていけるんだ。ほい。結構大量に必要ですね、弓矢が。うわー、カラーゴールのが強い。なんかはめられてる。何？あ、やばい。お、やばいやばいやばい。危ない。それにしてもだよ、あと40… あと40秒であれをやるのはなかなか…あと7人？ふい！ふい！これは完全にミスだ。カラーゴール出すんじゃなかった。しふい、一人目から始まる。ふいふい、おいっとい。さあタイムアタック。1人、2人、ういっ、ういっ。そう、ヒージャスタピール突然現れたんですね。ふい。おいたいたいた。ほん。ふい。ふい。ほい。ふい。なるほど、この槍が来るとちょっとタイミングが。そううまく乗れないぞ。よし、来た。やばいなこれ。ふい。ちょっと待って、これなんか爆発物使わない多分。これやばいな。あと3人なんだよ。
来た。やっとった。やっと来たけど、すべてにおいてもう自利品だぞこれでも。とりあえずあいつを倒しに行くしかないよね。はい。ほい。いた。Oh, what a thorn in my side you are. But now you're battle weary. Time to die. さあ、こっからはあれだぞ。カラゴールタイム。ステルスキル。ほっ、うまく立ち回らないと本当に軽くやられてしまう可能性がある。アイデンティティ、レンジアタックに弱い、コンバットフィニッシャーに弱い。ちょっと待って、なんて、ちょっと待てって普通に吸えなかったぞ今。弾を補給させてもらうよ。頭が飛ぶ。シャドウストライク。ほい。中から一人を出して、うい、やばい。おお、はい、残念。これはきついぞ。実況どころじゃなくなるぐらいやばいぞ。ほっ、ああ、お、いた、いた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 、踏まない。なるほど、踏み潰されるのか、バレてると。へい。ほっ。キリが、一人、二人、やばい。うい、こいつからまずとりあえずやんないとダメな。うわー、やばいやばい。Serves you right for calling me up, you fool. Ah!
Serves you right for calling me up, you fool.